お祭りへようこそ、先生。どうですか？今までずっと準備していたのは全部この瞬間のためでした。誰にも知らせてないし、誰も招待していません。このお祭りは先生のためのものですから。他に誰もいない私と先生だけのお祭り、ちょっと恥ずかしいですが、気に入ってくれたら嬉しいです。